んにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3新エンマの3体で勝ち抜きバトル行ってみます。前回まではヘビー級以外まで来てたんですけど、実はですねヘビー級を1回取った時に取り損ねました。すいません。なので2回目の挑戦になります。エンマ3体で前回行ったんですけど結構苦戦したんですよ。なんでもしかするかもしれません。暗黒新エンマ、太陽新エンマ、時空新エンマでフリーヘビー級に向かいます。各エンマとも持っているスキルがどこで発動するのかが結構重要かなっていうのが思います。今回は一番前一列で戦っていくんですが、途中相手の必殺技で移動もありだし、こちらも必殺技が溜まった時には必殺技をかけていくのと、取り付くもお祓いをしていく関係上、時空新エンマのスキルも相手を拘束するっていう意味だと結構重要ですよね。戦国韓国一戦目よく戦ってるじゃないよく私は使っているキャラクターが出てくるのでちょっと嬉しい。の犬に当てていってますね。ぎっくり男が後ろに下がってしまってるので、ドケキングを狙っていくんじゃないかな。ここで時空神エンマが危ない。レベル3、は長い。お祓い間に合うのかな。あー独り占めしてる。オッケー、もっとなのか、まだなんだ。結構ドケチングに入った気がしてたんですけど、取り付くが多いな。取り付きお祓いしたい。後ろにちょっと回して体力も回復させながらレベル3をまた回していきます。長いな。起きた。暗黒新エンマも半分ぐらいなんで、時空新エンマを横に移動させて戻します。回復系落としてくれるとね取っていけるんですけど、落としてくれないとだいぶ辛いです。ここ太陽神エンマ当たれ。ぎっくり男に当たる。動いちゃった。まずい。腰痛バスターが来る。暗黒神はおこの前に倒れました。よかった、勝利。1戦目は一応大丈夫だった形になります。次は2戦目に行っちゃいましょう。次の対戦相手はソーナメチーム。最初に出てくるメンバー結構重要ですよね。あらー、カイマから1体来てしまってるのとドクター影村倒せた。毒が飛んでくる前にドクターは倒せました。これはガリ王子もいる。吹雪の術はつらい。時空新エンマが一番最初に狙われてます。サボってるからかもしれないですね。ここで取り付きを解除解除お祓い。最後の1個あ見つけた。危ない。太陽神スキル入れてくれてるんですが、ガリ王子に次は行ってますね。本来だったら至れり尽くせりの回復を持っているところに飛ばしてほしかったんですけど、後ろに隠れちゃってるので危ないのと、時空神エンマがかなり危ない。後ろに一回隠しているんですけど、これはなんかちょっとまずい感じがする。回復させながら戻します。お祓い。倒れた。すごいな。残ってるのはソーナメと至れり尽くせり。太陽神エンマでソーナメが動かなければ当たるはず。いけましたね。太陽神エンマ必殺技で決まった。2戦目危ない勝利時空神エンマが倒れちゃいました。10戦目中の2戦目でこれでしょということは怪しい感じがします。はい、3戦目か。
横綱うどんから狙っていってるけど後ろに隠れちゃってるので続いて狙えないけどダララガンビラが倒せてるけどそこからあーそこに出てくるのか。ヒョウヘンムが倒れてサイノメニュードリーフ陣が意外と手強いんですよね。土俵際を見せてるけどこれは倒せるのかな。隠れたけど大丈夫そう。次は横綱うどんですね。で最後リーフ陣回復を見せず終わりました。はい、太陽神の火の床、太陽神スキルに助けられましたね。危ない。お次のバトルも行きましょう。次の対戦相手は座敷わらし。座敷わらしのレベルが一定になると座敷わらしですよね。かまいたち座敷わらしどっちからかなと思ったらかまいたちから行くんですね。からかさ魔人強そうだな。狙いは違う方なんだけど座敷わらし怪しい感じがする。回復系だから先にそっちを狙ってほしかったのが個人的な望みだったんですけど、個人的にはねそこ最初に行ってほしかった。百鬼姫は一応火の床のスキルの後ろにいるので当たってない、当たってない位置にいるよ。百鬼姫が倒れてカラカサマジンと大江戸忍者パンダが残ってるんだ。忍者パンダに太陽神スキル、これでとどめがさせてるので熟しエマは回復するために回します。しばし休息じゃー。オッケー、危ない、勝利。百鬼姫の取り付く来ると思ってたのでちょっとビクビクしてたんですけど大丈夫でしたね。次のバトルも行ってみましょう。それでは次の対戦相手です。5回戦目、これで折り返し地点、噛んじゃった、折り返し地点です。今まで1戦だけ新閻魔の時空新閻魔が倒されたっていう回があったんですけど後半戦怪しい感じがしますね。キズナースが倒れてるからとりあえずは回復薬はいないけど闇鏡、ガマンモス、怪しい。時空深淵魔に結構かかりますね。お祓いしてるのは時空深淵魔が多い気がします。狙われやすいのかな。トドロキ自身も向こう側でお祓いが終わっちゃってる。ここで太陽深淵魔を回して動かします。これで体力は大丈夫なはず。あと1動けるようになったら前にマックスかな。太陽神エンマと暗黒神エンマの位置を移動した形で終わりました。よかった、今回はいい位置に体力玉落ちてきてくれてました。妖力系の玉は取ってでも間に合わなさそうだったのでちょっとね遠慮してみたんですけど、必殺技が打てるまでたまるっていうのは今のところ何回かしかないですね。主天童子、歯磨き夫人、ここから行ってるのと釣りとか回復はいるけど火の床スキルの上にちょうどいてくれてるので少しずつは削られてるかな。牛汁もいますね。奥から前に出てきてくれると嬉しいんだけど出てこない。盾の陣、四天童子が脇に出てきてるのとなんか怪しいので暗黒神閻魔は回します。そこかギュッて、
残り2体牛汁が残りそうな気がする。いやー残るね、最後牛汁なんだ。必殺技が来るのかな。そのまま終わりました、勝利。若干危ない感じもあった勝利でしたね。怪しい。お次どうしますか、行ってみましょう。スノーラビー、スノーラビーのチーム誰がいるんだろう。チームバトル、レディーゴー、レッツファイト。ドキドキとスイコだ、ドキドキドキスイコ、スイコが怖いな。素早さって向こうかかってますね。怪しい。スノーラビーを倒します。かゆかゆが下がって暇つぶし、一角の後ろに下がります。暇つぶし狙ってるけど一番後ろ行っちゃいました。うわ移動が多いですね。スイコが倒れる、ガードしてるからあまり入らないかもしれない。この陣形だとどっち狙うんだろう。時空支援も回そう。かゆかゆが戻ってきました。かゆかゆ時刻来る、やばい。阻止取り付き阻止できました、危ない。これでまた戻してみます。最後スイコ、お火の床のところにちょうど出てきておりました。勝利。いいところに太陽神のスキルが残っててくれましたね。そのまま行ってみましょう。思い出しん、チーム思い出しん、レディーゴー。ここからっていうとどうも龍神が残りそうな気配がしますね。残るのかな、龍神来たぞ。あーいいこと思い出して、素早さ上がってるしガードしてますね。フォーロースに変わるんだ、怪しい。やっぱり龍神だけ体力が高いまま。化けあられが狙ってるんだけど、これで倒れる。思い出しんと龍神と長花、長花を先に狙うのかな。位置の入れ替えがあるけど長花でしたね。どうするんだろう、龍神を残すのかな。特にピンを刺してっていうのをやってないので、どこから攻撃をしていくのかは3体の新エンマにかかってるんですけど、太陽神エンマはまた回して体力の回復します。え、ここで龍神ドラゴンパワー、龍神からだったんだ。で最後一体を倒せるのかな、倒せました。びっくりした、勝利。私は龍神が残ると思ってたんですが、新エンマの考えは違ったようです。はい、連戦、次は9戦目、行ってみます。ちょっと危ない試合もあった感じですけど、バトル中の体力回復だけ気にしてあげれば、回復役はなくても新エンマ3体だけでいけそうですね。今回はファントムもいるので、ファントム倒れた時の幻想何の妖怪に変わるかも結構重要かもしれないです。レベル1取り付き発見、よかった。ここで貫徹が一番奥にいて、まだ1回も攻撃を受けてないんですけど、自らかかりに来ちゃいましたね。私は太陽神エンマをちょっと回しながら回復を図ります。危ない、お祓いお祓い、レベル2 OK。 ファントム戻ってきて、幻想誰だろう、死神の術で持っていかれてる。今回は時空神エンマじゃなくて太陽神エンマが狙われてますね。かなり狙われてる、ずっとお祓いをしてるイメージになっちゃってる。
幻想はシングコングでした。たまにねスカイシャリマンとかサキちゃんとかになったりする感じだったんですけど、今回はシングコング、これで倒せました、勝利。次はラストの10戦目いってみます。最後の対戦相手はアーダコンダ。アーダコンダか、ライト級でもいた気がしたんですけど、連れてきてる妖怪がなんか強そう。犬神、なんか取り付く系の妖怪が多いですね。妖術特化してる妖怪なのかな。はい、お祓い1回目完了。時空深淵魔が狙われそうな予感がしますけど、どっちなんだろう。無理だぞー、火の床に座っちゃいましたね。お祓いだぞーからのガード、ずっとかけてるから1とか2しか入らない。激辛ボーイは意外と一発が重たい。しかも時空水煙魔を向こう側は狙ってきてるので、私後ろに隠して回復します。不快が出てきてる、回復役ですね。最後まで残るのは不快、取り付き、お祓いしよう。お祓い、太陽水煙魔お祓い、レベルに長い。ガードの後ろに入るかと思ったら不快は脇に来ましたね。横の陣だ。最後深い、頑張れ強、意外と硬いんですよね。勝利。危ない場面もありましたね。暗黒深淵魔と太陽深淵魔は倒れなかったんですが、時空深淵魔が狙われる回数がすごく多かった。1回倒れてしまったのがちょっと残念ですが、ヘビー級勝ててよかったです。回復役いなくてもいけました。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!